府山形スタート。今日のラインナップ、ブルイズモンテディオは今シーズン最多5連勝を果たした山口戦の解説、そして山口戦でのスタジアムイベントをプロデュースした U23 マーケティング部集大成に密着しました。山形のサッカー情報盛りだくさん、キックオフ山形。ここからはモンテディオ山形の情報をお伝えするブルイズモンテディオ第34節ホーム山口戦を振り返ります。この日の試合前に行われたのが明治安田 J リーグウォーキング in 山形。クラブと地域が協力し均衡づくりを応援していくプロジェクトです。行ってきます。クラブコミュニケーターの岡崎健也さん、山形出身で円盤投げのトップアスリート斉藤真希さんがゲストに招かれ、およそ600人の参加者とスタジアム周辺およそ3キロを楽しみながら歩きました。自分自身も初めてこういうイベントに参加させていただくので、本当に皆さんと歩けることにちょっと喜びを感じます。明治安田が主催するウォーキングイベントは今後も全国各地のクラブと地域で行われる予定です。ここからは試合のハイライト。前節今シーズン初の4連勝を果たした山形はプレーオフ圏内まで勝ち点1差、共にプレーオフ進出を争う山口には負けられません。そんな中守備陣にアクシデントが。ここまでフィールドプレイヤーで唯一全試合フル出場を果たしてきたセンターバックの西村圭介が左足の骨折によりチームを離脱。群馬から移籍してきた城和が5試合ぶりに先発で出場しました。大黒柱が抜けた穴は全員で補う。チームの総力で練習を重ねてきた山形は開始早々から不安を払拭してくれます。高井が伊坂からショートパスのリターンを受けるとワンタッチでゴール前へクロス。ディサロがヘディングでうまく合わせ先制点を奪います。ディサロは山形加入後10試合で6ゴール、4戦連続弾でチームに勢いをもたらします。まあデザインしてたフリーキックがうまくいかなかったんですけど、その後のまあ修正というか、まあ、レオがいち早く入れてくれたんで、相手と相手の間にうまく入り込めて、相手より先に触れてうまくファウルに流し込めて、まあ、自分的にも完璧だったかなと思います。さらに10分後カウンターのチャンス。ゴール前にディサロと伊坂が駆け上がる中、左サイドの国分はマイナスのパスを選択。そのボールを華麗なタッチからゴール右隅へ蹴り込んだのは高江レオ。高江の嬉しい今シーズン2ゴール目で相手を突き放します。チームの総力で守りきった山形は今シーズン最多の5連勝。順位は変わりませんが、4位千葉から7位山形まで勝ち点1差。激しい昇格サバイバルが続く中、プレーオフ圏内へ着実に前進しています。この試合で解説したいのは見事な追加点を生み出した2人のプレーです。相手のビッグチャンスを何とか防ぎきり、カウンターから生まれた素晴らしいゴール。キープレイヤーは左サイドの国分慎太郎とボランチの高江レオでした。まず注目したいのは国分選手のフェイク。ボールを拾った国分はクロスを入れるふりをする前とラストパスを送る直前の2回、リサロと伊坂がいるゴール前に視線を向けることで相手の守備意識を誘導しています。だからこそマイナスに入れたパスで相手の逆、完全に不意をつくことができました。ゴール後の喜ぶ姿を見るとまさに狙い通りだったのではないでしょうか。続いて注目したいのは高江選手のランニング。ピンチを防いだ後、高江が前方へロングボールを蹴り込んでいます。
ここから高いのランニングがスタートすると、相手ゴールへおよそ70メートルを一気に駆け抜け、左足で見事なゴラッソ。ボランチは攻守のバランスが重要なポジションですが、的確にチャンスを見極めた判断がゴールにつながったと言えます。この後は U23 マーケティング部集大成。ここからは U23 マーケティング部の活動を紹介します。今年1月から2期目として始まった U23 マーケティング部、皆さん一緒に考えていければな。県内外の学生およそ40人がおよそ10ヶ月間マーケティングを学び、オンラインでの会議を重ねながら、これまで5つのスタジアム企画を考え実施してきました。そして迎えたホーム山口戦は彼らの集大成。全てのスタジアムイベントをプロデュースしました。一つ一つの企画を細かいところまで頑張ってるので、そういう細かい部分にも気づいてもらいながら楽しんでもらいたいです。イベントのテーマはエンタメと教育をかけたひらめきパーク。これまでの活動を通じて多くの子どもたちに笑顔を届けてきたメンバーは、プロデュースデーでも子どもたちのための企画を考案。子どもたちが自らの好奇心や創造性、つまりひらめきを形にし学びを得られる5つの企画が実施されました。これ誰描いたの？ディサロ。ディサロ？上手だね。練習見学に来てもらって描いてもらったやつをスタジアムの中に飾るっていうことで、実際にプロのサッカー選手が練習しているところを自分の目で見てもらうっていうことを大事にしたかったのと、絵をスタジアムの中に飾るっていうことで、それを見に来るっていうきっかけでモンテを初めて見に来てくれる方が少しでも多くなったりとかしたらいいなっていう思いで企画しました。こちらはドローンを操縦して的に入れるドローンサッカー。今まで経験したことがないチャレンジを通してワクワクしてもらうとともに、将来へ新たな選択の発見を得てもらいたいという思いが込められています。難しいです。さらにこちらは世界中のグミが楽しめる企画。くじで引いたカードをヒントに世界各地の地理を学びながらグミを当てたり、英語指導教師の質問に英語で答えられると好きなグミを選ぶことができます。インドネシアのグミが当たりました。すごいね。いっぱいグミもらったね。どうですか、もらって。嬉しい。味はどうですか。うまい。グミいっぱい来てくれてます。やっぱ嬉しいですね。やっぱやりがいがありました。この日のためにおよそ2ヶ月間打ち合わせを重ね準備してきた U23 マーケティング部。プロデュースデーの集客目標は1万人を掲げていましたが、モンテディオ山形が素晴らしい勝利を挙げる中、見事に1万人を超える集客を達成することができました。いや本当もう達成感っていうその一言に尽きるかなと思います。数字見た瞬間やっぱみんなが喜んでるのを見て、自分もすごくここまでやってきてよかったなと思いましたし、一生語れるくらいのなんかそれくらいの大きな財産っていう経験だったりとか仲間っていうのを得られたと思っています。本当にそれくらい、これまで10ヶ月走ってきてよかったなっていうのが本当にその総括かな。諦めなくてよかったっていうその一言です。U23 マーケティング部2期メンバーの皆さん、本当にお疲れ様でした。この貴重な経験がそれぞれの未来で生きるよう期待しています。
そしてクラブは来年もプロジェクト継続を決定。3期の活動にも注目です。今回は山形市の遠藤翔太さんから。仲良し兄弟は公園に行くといつもサッカー。4歳の妹さんはお兄ちゃんを見よう見まねでプレーして、6歳のお兄ちゃんはドリブルからシュートすることを頑張っているそうですよ。2人とも上手ですね。メンバーに入れなかった選手たちも練習から 100% でやってくれてますし、そういった全員の練習からバチバチやり合えてるっていうことが、このチームの好調にもつながってるんじゃないかなと思います。